今回の動画はアイコン Z 8月28日放送回の感想について語っていきたいと思います、はい、アイコン Z 応援している方ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。アイコン Z は HYBE と LDH がタッグを組んで5人組のガールズグループを輩出するオーディション番組になっております。で YouTube のコンテンツも始まっていろいろ公開されてますね。プリ出てるね。思った以上にありますね。すごいね、うん、あの時間40分ぐらいあるやつとかオミピーのレコーディング結構なボリュームですごいよね。すごいですね。なんか大盤振る舞いってやつですけど、うん、でもオミピーファンはもういいよね、ずっとオミピー出てますから40分すごいよね。で見れないところだしね。そうですよね、普通はね、うん、あんなにディレクションしてんですね、うん、すごいね。もうがっつりなんだな。がっつりプロデューサーよ。もうなんだろう、スカイハイ並みの、うん、アリッサ先生と、うん、ゼロと、うん、そうですね、もうがっつりやっていくってことですね、OEPが。そういうことだよね、うん、あんなにこう候補生の子たちと話してると思わなくて、うんうん、結構喋ってましたね、うん。でテレビではあんまり見れなかったから、うん、あとなんかこう先生方のミーティングみたいなのもありましたけど、あれ面白かったね。あれいいですね。あれ毎回やってほしいですね、うん、ねえ、現場の人に意見を聞きながら結局プロデューサーが3人ですよね、うん、ゼロさんとアリスタ先生とコミピーと、うんうん、がやってるって感じね。割り振り曲割りとかしていくっていう感じでしたよね、グループ決めとかね、うんうんうん、すごいですね。あれいいね。あれいいですね、うん、サラ先生が美人だなと思いましたけどサラ先生髪変えたね。あ、そうですね、髪を変えましたね、うん、あの普通にいますよね、審査の時はいないじゃないですか、サラさん、うんうん、出てこないですけど、ちょっと端っこにいるんじゃない。ね、見てはいるのかもしれないですね、うん、でももう常にいるって感じですよね、ビハインド見たら。常にいるんじゃない先生、うんうん、だって優しかったしね、優しい見てる感じ ね、いいですよね、うん、今回はサードミッションの強化合宿のビハインドでしたけど、まずはホクシストから、あのワンバイトはね大人の恋を歌う曲っていうことで、うのちゃんが先生たちに恋バナ聞きに行ってましたね。行け行けと思って、あれ可愛いです ね、 可愛いね、教えてくださいっつって、うん、だけどねごまかしたなあれは、うん、いやいやいや、いやしく言ってないもん。いや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 つって、うん、それをルアン姉さんとかウア姉さんに聞きなよっつって、うん、ごまかしたなっつって言えるもんじゃないんだよって、ね、そう、大久保さんが10代に言える話がないんです、うん、それはあるかもしれないみたいな。あるんじゃない。確かに姉さんたちに聞いた方がね、いいかもしれない。ちょっとうのちゃんにはこう複雑かもしれないし ね、 そうね、大人の恋愛だけど、いいツッコミだったと思う、うん、あれちょっと可愛かったですね。可愛かった可愛かった、うん、ルアンちゃんがラップやってるじゃないですか今回は、うん、だけど、まあ、シンガーとして表現してるって言われちゃいましたね。そうそう、ビハインドを見て、うん、ルアンちゃん自分でラップやってみようっていうんじゃなくって先生が決めるっていう、うん、あ、先生たちが ね、新しい挑戦をさせたっていう感じ、ね、ことだよね結局、まあ歌できるのは分かってるからってことですよね、うんうんうん、で他の子が歌える子いるんだったらいいよみたいな話で、アリサ先生がちょっとチャレンジさせてみようかなって思ったのもね、うんうんうん、ねって言ってましたね、うん、ウアちゃんとのバランスがデコボコだよみたいな感じで、うん、いやだけどうまくやるよ絶対やると思うな、ルアンちゃんラップできると思うな。できるできる、だって髪色から見ると結構初期、うんうん、なるほど、うん、だから分かんないって言ったのはもう初日ぐらいのもんよ、うん、きっと。あ、じゃあもう後半はね、うん、もう出来上がってますよ。そうだと思うよ、ことですよね、うんうん、ルアンちゃんには珍しいからあの瞬しっかり使ったんだと思うけど、うんうんうん、ああそうですね、うんうん、でもまあ自分の大冒険ということで頑張るって、うん、ルアンちゃん言ってたんで、いいと思います。可愛いですね、自分の大冒険って。可愛いね。ね、フレーズが可愛くないですか、うん、大冒険って可愛い。ねえ、やっぱシンガーソングライターだから、ルアンちゃん。うまいこと言うんだね。ね、さすがですよ。で、ミナちゃんがメインボーカル、うん、ですけど、やっぱ。オミピーをしてたじゃない。そう、押してましたね。うん、一番だっ。俺はミナだっつって。うん、言ってた。言ってたね。先生たちが、へーっつって驚いてた。うん、そうね。うん、押してた。いいと思うよ、みなちゃんなんかね、うん、すごい今時の感じだし、そういいのよ、なんか普通っぽいのもまたいいし、うん、なんかそれがスターダムを駆け上がる様子を見るのってなんかドラマチックでいいじゃない、うんうんうん、そうですね、なんか派手じゃなくてね、そうなのそうなの、そうそういいんですよね、素朴な可愛さがあって、うん、そうそう、でどんな風にも変われそう、うん、これからこれからね、うん、伸びそうですよね、うん、なんかあとエピソードもいいじゃないですか、田舎であんまりダンススタジオなかったみたいな、そんな子がスターダムに駆け上がっていくっていいですよね、うん、そうね、そうね、だからね、うん、ルアンちゃんはもういいと思う、すごい引っ張っていくし、うん、レベル上げていくけど、うんうんうん、他の子たちはなんとなくこうキャラ立ちしてない方がまだいいかもしれない、ね、あ、どんどん変わっていくっていうね、うんうんうん、最初に注目されすぎちゃうとやっぱね、うんうん、不利になるパターンもありますから ね、 そうね、後からどんどんがいいですよね、うん、みなちゃんはそういう意味でもいいですね、いいと思うよ。続いてリベルラ、まあ、エミリー先生にこのグループなんか微妙だねって初日に言われたグループね、はい、言われたグループですけど、うん、でもダンスもねチェック褒められて最終的に一番良かったって言われる、うん、良かったって言ってましたね。で
アンリーちゃんがなんかちょっと顔こわばりすぎちゃって、そうだったね、ねえこうなってましたね、近めっちゃなっていうか、そうそう、あれアンリーちゃん表情って言ったらサラさんがしっかり、うんね、息づいてたから、すごいフォローしてましたね、うん、サラ先生いいんじゃない、サラ先生いいですね、カバーが来てるよね私の中ですごいいいと思って、うん、フォローも優しいし、ね、いいところ自分で言えるって言って、うん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 、でそれも素敵なことよっつって褒めてあげて、うん、いいよね、入り方良かったよね、入り方良かった、うん、なんでっていうよりはその喋、うん、れるようにしてあげるっていうのはやっぱいいとこ何とか言うのって大事ですね、うんうん、なんかフォローの仕方がすごいね、うまいよね、上手くもいるからとか、うん、うまいね、ねえ、うん、あらサラさん、私たちの中で評価高いよね、すごいサラさん推してる今、うんいいねうん、ダンサーさんだったんですよね、うんうん、ってコメント欄で教えていただきましたけど、うん、アンリちゃんバレエのねこう綺麗さがあるって自分でも言ってましたけど、うんうんうん、ただ後半最終的にあのしかめっちゃじゃなくて笑顔の方にしてたよね、うん、だからもうなんかそういう系にしないとダメと思ってたんだと思うのよ、あそっか、うん、大人とはこういうものみたいな、そうそうそう、なんかこう、かっこいい感じ、苦しい感じみたいなの恋の苦しさを、そうしらで表現しようとしたんだ、かわいい、かわいい、もうアンリちゃん大好きだから、ね、かわいい、いいねいいね、いいですね、うん、もうこのチームリアちゃんが急成長ということで、うん、あのルー先生がまたやっちゃいましたね、ちょっとやっちゃいましたか、うん、やっぱりあのチームに恵まれたのかすごい成長してしまっていてって言っちゃったんですよねいや成長してもいいじゃんと思って、スカジも言ってたよ、うん、成長してしまっていてってつってあれ取り直さないのかね、そうですね、うん、なんかスタッフも OK 出したんですね、うん、それかもなんかもっと前後の関係性でそういう言い方しても、うん、よかったのか、いやだけどカットしちゃってるから編集 で言い直したらいいかなと思うんですけど ね成長していてって言って、うん、なんかちょっと悪変されてますね、そうだよねルー先生ね、うん、それかルー先生が、うん、気づけばよかったかな、あもう一回言い直しますって言って、そうまあでもリアちゃんすごいみんなに支えられて、すごい可愛がられてるよね、すごい可愛がられてる、お世話してあげてるよねみんな、うん、みんなすごいいい子だ ねみんななんかそういう子たちが揃ってたんでしょうね、そうだろうね、そういうね人のお世話をできる子たちが、うん、でイエイエイっていう子が自信持ったらすごいよってノリさんも、ね、ノリさんが言ってた、ね、うん、だからいい感じのこうチームワークになってるんじゃないですか、うん、そういうことだね、うん、で次レベリーシューちゃんがめっちゃ褒められてましたね、エミリー先生に、そう歌詞の和訳を読み直して好きな人を作ってそれに対してその人が見てくださっているような気持ちで練習したの、うん、いい言葉遣い見てくださっているすごいね、ね、シューちゃんいいのよ、シューちゃんいいですね、だからあとダンスよね、あとそうですね、ダンスについて言われるんだよね、うん、けどね伸びると思うな、だからねもっと丁寧にしゅうちゃんのことやってほしいな性格がいいから伸びると思う、うん、そうそう、それでね、うん、しゅうちゃんの魅力ってちょっと私たちぐらいの世代から感じられるものなのかもしれない、ね、かもしれない、だからねなんか幅広い方たちに意見を聞いてほしい、うん、あそうですね、そうなの、先生たち20代30代じゃない、うんうん、がまだちょっとしゅうちゃんの魅力に気づいてないおばちゃんはねしゅうちゃん好きですよ、そうよ、のりさんもしゅうちゃん、うん、そうそうそう、だからね 4,50 代、そうよね、しゅうちゃん好きですよ、うん、だからねちょっとね、うん、幅広げて、うん、しゅうちゃんの魅力分かる人たちの意見聞いてもらって、上の人たちね、そうそうそう、会社の上の人たちに聞いてみてもらいたい、うんうんうん、うん、ぜひぜひ、ね、で花ちゃんも絶好調っていうことで、花ちゃんいいね、いいですね、この曲好きって言ってましたね、うんうんうん、ハマってると、うん、でダンスも褒められて、でも痩せたいって言ってました、いやもうやめたい、いやもういやいい、もう柔らかい感じがいいんだから全全デブじゃない。なんで誰だ、誰がそんなこと、誰だ誰だ誰だ、連れてこい誰か行ったんかと思って、ね、ちょっと自分で気にしてるんですかね、そうだ、絶対に痩せない方がいいと思う、痩せない方がいい、だからやだだろうな、そのもういいんじゃない、そろそろこう自信つけてもスタイルいいでしょみたいな立ち方してって先生も言ってましたけど、うん、だってあの立ち方すごく可愛かった、綺麗だったよ、あっちゃんいいわと思ったよ、ね、うん、ああいう立ち方したら十分綺麗なスタイルしてるから、本当に可愛いしスタイルいいし、いや痩せちゃダメよ、ダメダメ、年齢はでね、もうね、うん、まだ若いから、うん、それこそねもうちょっとしたらね勝手に痩せてくるから、そうそうそう、勝手にね落ちてくんですよ ね肉ってね、うんうん、だから高校生ぐらいまではもうパンパンでいいんですよ、そうだからパンパンじゃなきゃダメな年齢ってことだから、そう19、20歳になったら勝手に肉落ちてくるからね、そう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 、うん、だからいいんですよ、いいのいいのいいの、そうそう、痩せないでね、うん、花ちゃん届くかな、うん、届いてね、絶対痩せちゃダメよ、うん、であゆのちゃんですよね、あゆのちゃん、ね、あの弁当食べてるシーン、うん、35歳のあゆのちゃんはぁって言って
13歳には見えなかったっしょみたいな。ねえ、あゆみちゃんちょっとキャラが面白くなってきたなと思って。面白いね。姿勢がめっちゃいい。いいね。あれかな、うん、背伸びるために頑張ってるかな。小柄だからね、こうピンとして、うん、いいよね。うん、姿勢がねすごい綺麗ですけど。でも13歳よ。ねえ、うん、ワンバイトは得意なテイストって言われてましたけど、うん、ね、先生たちにもっと出していい、もっとああいうの出していいって言われるけど、うん、まあ、もっと出して何っていうことなのかもしれないですね。わ、うん、かんないよ、13歳だもん、ね、具体的にこうしてああしてっていうのも大事と思うけどね。ね、こういつも自信あるわけじゃないって本人も言ってたから、うん、まあ、言ってもそうですよね、まだ13歳だから、うん、ね、ちっちゃい子ってさ、ちっちゃい子って言ったらあれかもしれないけど、うん、褒めて伸びる方が伸び率いいじゃない、うん、そうですね、これぐらいの年齢ね、うん、そう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 、うん、だからどんどん、あ、いいよいいよって言ってあげた方が伸びるかもしれない、うん、だから大人びてるから、うん、ちょっと指導が大人の指導にしちゃってんのかもしれないね。あ、なるほどね。もっとなんか私はあゆのちゃんの幼さとか子供らしさが出た方がいいんじゃないかと思ってます、うんうん、いいと思う。その方がなんか人を魅了する感じがする。結局さ、その大人っぽくしようと思ってどっかを抑えてたら、うん、抑えてるところに限界がいっちゃうのよ、うんうんうん、だからそれも全部もうあゆのちゃんのままでいいよってやってたら、うんうん、その伸ばしたいところが伸びてくるから。あ、そうですね、一生懸命大人っぽくしようと思ってこう、うん、抑えてるじゃない、うんうんうん、それがね、こう爆発しない原因なんだよね、うん、ね、そう、だからかっこよくしたりしなくていいと思う。あともうイエーイっていう感じでいいと思うよ。イエーイっていう感じでいいと思うな、うん、だってもう普通にかっこいいからさ。そうそうそう、ね、自然にやってもね、うんうん、かっこよさは出るはずだから ね、 ね、ちょっとあゆのちゃん頑張ってほしいなって感じですけど、ね、追い詰められてましたね、泣いてましたね。そうなんだ、みんなしんどくなってるよ、うんうん、で最後に中間評価がありましたけど、課題曲のワンバイトで、まあ、ルー先生とミリー先生が各パートから一人ずつピックアップして、今見てみたい5人組を2パターン指名すると、で選ばれないと、まあ、合格には赤信号ですよっていう話でしたけど、うんうんうん、まず一組目は花ちゃん、アンリちゃん、アノンちゃん、ルアンちゃん、リアちゃんで、2組目がミナちゃん、ミラノちゃん、つくしちゃん、リノちゃん、ウワちゃん、うん、なるほどっていう感じですね。1軍2軍なのかな、どうなんでしょうね。こう A チーム B チームって書いてましたけど、うん、A がやっぱあれなのかな、一番推してんのかな、どうなんだろう。ルアンちゃんいますかね。そうかもしれませんね。花ちゃんもいますしね。これって何のためにやるの。まあちょっと残りの5人に葉っぱかけるじゃないですけど、あ、なるほど、ね、危ないよ、崖っぷちよって言いたいんですかね、頑張りなよっていうことなのかな。そういうことなのかな。なそれかちょっとオミピーへの反抗なのかな。現場ではこうっすよみたいな。そう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 そ
えずはきっとこう現状の評価するとこういう感じよっていうことですよね、きっとね、今の、まあ、葉っぱかけるっていうのが大きいのかもしれないけどね、っていうことですよね、ねえしゅうちゃんね、ちょっと選ばれなかったけど頑張ってほしいな、頑張ってほしいね、うん、しいな、どうなんだ、今時の子はこの刺激は合うのかな、ね、どうなんでしょうね、それを受けてどう受け止めるかですよね、うん、5人がね、そうそうそう、そうで、あとノアちゃんとかは足怪我してたみたいなんで、うん、ちょっとね、なんかそれはもうもどかしいだろうなとか、うん、その辺もいろいろ気になりますけど、2週間前だった、2週間前、うん、でも、まあ、2週間あったら、そうそうそう、あるよまだね、わかんないですね、うん、あのエミリー先生も一緒に頑張ろうって最後言ってましたから、うん、そうね、全てをかけないとっつって言ってた、うん、やってましたよ、かけてるよってワイプで結構ガヤがね、いいんですよ、ね、そうスタジオのガヤがね、うん、言ってほしいこと言ってくれてる、そういいんですよね、うん、で次回はなんとサードミッションステージ審査スペシャルということで、うん、1時間丸ごと、うん、アイコン Z みたいですよ、スケボーはないみたいです、スケボーなのかもう残り10人に絞られますよ、ちょっとしんどいな、しんどくなってくるね、ちょっとしんどいですね、はい、でもまあ見ないといけないですね、そうね、はい、次回も楽しみですね、はい。